ニューアルムの戦いは、アメリカ合衆国の南北戦争中に起きた、インディアンとの闘争であるダコタ戦争の戦闘である。1862年8月18日に放棄したサンティスウ族が、南スウ族管理局襲撃に続いて、ミネソタ州ブラウン軍、ニューアルムの街を襲った。同時期に隣接するリジリートリでも襲っていたが、比較的防御の弱い、この街が標的になった。 ニューアルムには当時900人の開拓者がおり、数族の居留地から近い最大の開拓地だった。町の地形がミネソタ側から2段階で200フィートほど立ち上がっており、森林があって攻撃部隊を隠すことができたので、攻撃者にとっては利点のあるものになっていた。アメリカ側は兵士や民兵をやりくりして、2度にわたったインディアンの攻撃から町を何とか守りましたが、 それ以上の防御は難しいと判断し、町から脱出した。1851年、ミネソタのサンティス族インディアンは、その両場2400万エーカーをアメリカ合衆国政府に強制的に譲渡させられた。1852年には、ミネソタ川沿いの居留地に囲い込まれた。1858年、さらに居留地の半分を騙し取られた。1862年8月、 アメリカ合衆国政府が条約で約束していた年金140万ベイドルを払えなかったとき、さらにインディアン代理人と政治家が条約で認めていた食料の大半を盗んだときにインディアンが反乱を起こした。リトルクロー州長は条約で自分たちに約束された食料と見られるものが見えるところに積み上げられているにもかかわらず、自分たち部族が食べるものがないと苦情を言ったとき、 政府の役人は、奴らが飢えているんなら、草か自分の糞でも食わせておけばいいだろう。と答えた。ミネソタ州の政治指導者たち、中でも州知事のアレクサンダー・ラムジーは、商業的利権との結びつきがあり、ミネソタからすべてのインディアンの排除を提唱した。百六十二年八月十八日、南北戦争のために志願兵を集めに来ていた部隊が、ニューアルムを出発したが、 ミルフォードタウンシップで待ち伏せにあった。その時の生存者は町に駆け戻り、開拓者たちにインディアンの攻撃が差し迫っていることを警告した。町民は通りにバリケードを作り、女子どもは利用できる、レンガ作りの建物に押し込めて攻撃に備えた。最初に攻撃されたのは8月19日であり、約100名の水族戦士が町の背後の崖から町に向かって発砲した。 少数の町民ができる範囲で反撃した。その日の遅く、雷雨が襲ったために、インディアンは攻撃を続けられなかった。この時彼らに命令を与えるような州長はいなかった。この1日目の戦闘で町民の5人が死に、6人が負傷した。最初の攻撃が来た後に、セントピーター氏とルシュール氏からの派遣部隊の一部として、チャールズ・ユージーン・フランドローが到着した。 S エ s サ・ W ・ダニエルズ、オーティス・エア、ウィリアム・ウォーラル・名誉各博士もこの集団に入っていた。名誉博士は、名誉クリニックを設立したウィリアム・ジェームス・名誉と、チャールズ・ホレス・名誉の父だった。名誉とマンケートのウィリアム・アール・マクマハンが、ダコタ・ハウスで病院を設置し、エアとダニエルズが通り、向かいの店舗に病院を作った。これらで負傷者の治療に当たることができた。 フランドローの部隊はマンケートからの約100名、ルシュールからの2個中隊、ブラウン軍、ニコレット軍、セントピーター。フランドローの指揮下には合わせて約300名の兵士と市民兵がいたが、大半は武装がお粗末なままだった。一方でニューアルムのメインストリートにこしらえたバリケードの中には1000人以上の開拓者がいた。8月23日土曜日午前9時半ろ。 スー族が町に対する2回目の攻撃を始めた。スー族の戦士は数では勝っており、超全体を取り囲むことができた。ニューアルムの防衛隊は遠平物のない広い空間を作るために多くの建物に火をつけた。部隊の副隊長だったウィリアム・ビリー・ドッド隊員が市内のバリケードの一つから兵士たちを誘導している時に戦死した。夜になった後、 フランドローはバリケードの外側に残っている建物に火をつけるよう命じた。市内の建物190棟が破壊された。翌8月24日朝、インディアンが再度現れ、長射邸から無害な射撃を行った後に撤退した。その日遅くにフランドローは士官たちを集め、弾薬や食料が欠乏し、薬病も流行っていたために街を放棄することを決めた。 8月25日朝、153両の荷車と、大勢の避難民2000人が町を離れて、約30マイル東にあるマンケートに向かった。この隊列を、約150名の兵士が護衛に当たり、無事にマンケートに到着した。ミネソタ州の歴史家、ウィリアム・ワッツ・フォルウェルは、これは、ごまかしの戦闘でも、些細な事件でもなく、 かなり優勢な勢力から取り巻かれた街を英雄的に守った戦いだったと述べていた。上記の他に、下記の舞台もフランドローの配下にあった1862年8月に、下記の舞台もニューアルムを救援した1862年9月、ブラウン軍民兵第一大隊、カプラン、フレッド・リンカーン、ザ・バイオグラフィー・オブ、ーライター、ハーパー・コリンズ、ピアニッシも、 三百四十二、isbn 九百七十八から、零から、零六から、零七七三三四から、二、シートワズエステマイテッドザット五、ピープルワーキルドエブリー十ミニッツ。ありがとうございます。